透明な容器に入った SCP-379 の写真。アイテム番号 SCP-379。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-379 は、未使用時はセクターの収容室に入れられます。容器が壊れやすいため、輸送の際は詰め物をしたカバンのような鍵をかけ、詰め物をした入れ物に入れるべきです。供給できる量が限られているため、すべての試験や実験には事前に、博士の認可を受けなければなりません。説明 SCP-379 は透明な小さい容器に入った、半透明で薄い銀色の液体です。容器の上部には、内部の液体を約 0.5ml 噴出できるアトマイザーの蓋がされています。容器自体には特に注目に値する特別な性質はありません。しかし内部の液体は、通常の人間にとっては無臭で、全く効果がない一方、電子的、機械的デバイスに対し、人間が惚れ込むのとよく似た状態になるよう強く誘引する効果を発揮します。人間や他の物体に使用すると、近くのあらゆる機械や電子機器は、SCP-379 をかけられた対象を除き、オーバーヒートした状態となって多くの命令を受け付けなくなり、より多くのエネルギーを消費するようになります。人工知能やコンピューターといった、知覚がある、と思われるようなものは、より人間的な様子を見せるようになります。惚れ込んだ、様子の典型的な例を以下に示します。SCP-379 をかけられたものの近くにいることや接触することを好む。SCP-379 をかけられたものがある場合、部屋内のどの人間にも協力的になる。機械の応答時間が遅れる。軽微な不調や故障の割合が少し増大する。SCP のような攻撃的な SCP を SCP-379 の影響下に入れることにより、このフェロモンが攻撃性を和らげることができるか確認する案が提案されました。攻撃性の緩和が可能ならば、SCP の機能についてより多くの質問ができるようになる可能性があります。また、SCP-732 のように、機械ではない、三次元の現実世界に存在しない SCP に SCP-379 をかけてみることで、考えにくいことではありますが、このフェロモンが影響を与えるかを確認することが提案されました。SCP-379 の変異的性質がほとんどの機械に影響を与える理由はわかっていません。SCP-379 はいかなる種類の匂いや検出可能なフェロモンも空気中に放出しません。SCP-379 はある種の電磁的周波数を有しているのではないかと考えられていますが、各試験はこの考えが決定的ではないことを示しています。SCP-379 を人工的に複製することができるかを確定させるために化学組成を決定するまで、さらなる試験は制限されています。ホイ379、A379 と SCP-915 の試験により、十分な複雑さを持つ純粋に機械的なデバイスは379に影響されることが明らかになりました。915の空気吸入は3倍に増加しましたが、追随して計算速度が増大することは確認できませんでした。915の内部を交換することで379への応答が増大するかの試験が提案されました。379の量が不足しているため、915へのさらなる試験は否決されています。